ウェスタンシドニーワンダラーズフットボールクラブはオーストラリアのニューサウスウェールズ州シドニー郊外のパラマタをホームタウンとするオーストラリアプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブユニフォームを着た選手たち A リーグを脱退したゴールドコーストユナイテッド FC に代わる新しいクラブとしてオーストラリアサッカー連盟により2012年4月4日に創設が告知され 6月25日に正式に創設された。A リーグ参加を計画して2009年にパラマタをホームタウンとするシドニーローバーズ FC が創設されたが、資金繰りの問題により参入は見送られ、チームは解散された。シドニーローバーズ FC に代わるクラブとして、2012年4月4日に FFACEO のベンバックリーがシドニー西部に新しくクラブを作ると発言し、 スコット・チッパー・フィールドや、ルーカス・ニールが支援を表明した。5月17日に、ライアル・ゴーマンが代表に就任、クリスタル・パレス FC のコーチを務めていたトニー、ポポビッチが監督に就任することも発表された。クラブ初シーズンとなった、A リーグ2012から2013シーズンは、出出だしで0勝1分2敗と、低調な滑り出しとなったがその後は、 順調に勝ちを重ねラウンド23で首位となり最終節ラウンド27で入滑するユナイテッドジェッツ FC を3から0で破ってリーグ参入初年度でのレギュラーシーズン優勝が決定した。それに伴い AFC チャンピオンズリーグ2014の出場権を獲得した。AFC チャンピオンズリーグ2014で ACL 初出場すると予選で川崎 ウルサン、奇襲のグループ H を4勝2敗で、首位通過して、決勝トーナメントに進出した。ブリースベンロアーと優勝争いをしたが、A リーグは2位で終えた。AFC チャンピオンズリーグ2015の出場権を獲得した。小野真嗣がコンサドーレ札幌に移籍。ACL2014 の決勝トーナメントでは、日本王者、サンフレッチェ広島に、 1> 第1戦を1から3で落としながら、ホームで2点ビハインドを逆転すると、前回王者で、中国スーパーリーグ3連覇中の甲州久嘉次第を、準々決勝で、その甲州久嘉次第を最後まで苦しめた、韓国の FC ソウルを準決勝で破って、オーストラリア勢として2008年の、アデレードユナイテッド以来6年ぶりの決勝に進む。そして2014年11月1日。 サウジアラビアのあるヒラルを下して AFC チャンピオンズリーグを創設3年目で初優勝。オーストラリア勢としては初優勝の快挙を果たした。FIFA クラブワールドカップ2014に AFC 代表として出場し、準々決勝でクルースアスル5位決定戦で ES セティフに敗れ6位に終わった。2015年に1月に入りニューカッソルのユースチームから サムギャラウェイ、アクヒサルベレディエスポルガラ、ケレムブルトを獲得。さらに AFC チャンピオンズリーグ2015、対策として J リーグから川崎の田中雄介、広島の小萩洋次郎らを相次いで獲得した。ビトールサバは退団した。2年連続の2回目の出場となった AFC チャンピオンズリーグ2015の予選で、公衆久し代、鹿島、 ソウルのグループ H を2勝2分2敗の3位で終えて、連覇を逃した。前回王者がグループステージで敗退した。また2014から15シーズンのリーグ戦は、序盤から苦戦が続き4勝6分17敗9位で終えて、ACL2016 の出場権を逃した。2014から15シーズンをもって守護神でもあった、アンテコビッチと ACL2014 の決勝点を決めた。 トミー・ユー・リッチ、アントニー・ゴレッチ、ニキータ・タルカビツヤ、ケレム・ブルト、ヤコ・ポラ・ロッカ、ニック・ウォード、ジェイソン・トリフィーロ、ニック・カルマル、エイドリアン・マダスッチが対談した。イアンニ・ニペル・カティスは、ブラックタウン・シティ・ FC へ移籍した。また2015年6月6日には、田中雄介と、コウハギ・ヨウジロウの日本人2選手が対談した。パース・グローリー・ FC からスコット・ジェイ・ミーソンを獲得した。 同じシドニーに本拠地を置くシドニー FC との対戦はシドニーダービーとなる。ありがとうございます。